ここはチロルズ和明です。すいません、ちょっと遅くなりました。はい、ゴミのお持ち帰りについてお知らせいたします。ゴミはお配りしました。ゴミ袋に入れて必ず持って帰るようにお願いいたします。そこのゴミ袋、ゴミ箱には決して捨てていかれないようにお願いいたします。ライトバッグご協力をお願いします。レイナです。相手ともパワーズです。うわー、ブロック強い。おっと、4-0 です。頑張ってまず1点よ。やばい、頑張れ、1点取るよ。あ、来た。ちょっと 7-0 なんですけど、どうしたらいいですか。吉村さんどうしましたか。おー、いいね、やっと、やっとらしい得点よ。らしいね、あれよね、いつもトモキ、コートのあっち側にやるっていうのが確かに俺と一緒やわ。前レーナ、あー、レーナいいね。フォーマーレ高感じ。レーナ、ジュニアからうまいもんな。あの子あれよ、あのね、めっちゃフライング綺麗やけん。あの今のも綺麗やった。ジュニア自分のお父さんのところでしょっちゃう、あの人やけん。すごかった。めっちゃ練習相手しとった。滑り込みの練習しましたね、小学校。小学校のなんかステージってダンサー低いじゃないですか。うん。だから、うん、こう走ってきて、ステージでスライディングみたいなジャンプして。ああ、なるほどね。で、腰打って。痛いね。アウト。でもあれじゃない、あのバランスボールとかでさ。あー、やりますね。あと雑巾掛けでしょった、自分雑巾掛けで、あのダッシュでダダダダダってきて、あの足浮かせてスルンって滑る。あのさ、要はあれなんよ。あ、レイナ頑張れ。あー要はあんまり、あの滑るときさ、滑らんけんを打つやん。あのやっぱ手とか腰、足とか腰とかだけん、あの滑るやつだったらスルンっていくじゃん。胸からついたらいいよね、両フライングは。腰からいったら打つと。アンデラはマットを縦じゃなくて横に引いたら結構飛び越えられるやん。あ、飛んで滑り込みするみたいな。なるほどね。そしたら胸からいくみたいな。うん、そうね、胸からいかないかもね。だけんあそこの勝ったってことを自分が試合中で、これまたチームに勝ったら全然いい。うん、何と繰り返しゴミのお持ち帰りについてお知らせいたします。各チームで出ましたゴミは受付時にお配りしましたゴミ袋に入れてお持ち帰りいただきますようにご協力をお願いいたします。本当だ。もしも捨ててしまったという人は取り出してお持ち帰りくださいますようにご協力をお願いいたします。アツポンね、トス低いの好きばい結構あの人。でも近いのはちょっときつい。ですよね。アツポンさんだってうん、低いの好き、アツポンさん。でもアツポンさん、あれやけん、手首が柔らかいけん、コースは上手だよ。
どうやろう、それはどうなったら柔らかいのか。なんかクロスに打つときにめっちゃさインナーに打つ人おるやん、はい、ああいうの柔らかい。なんかあとこっち打つと見せかけてこっち打つとか、手首は手はこっち向いてるけど手だけこうみたいなやつとか。肩だけに硬いの。肩はね。なるほどね。笑ってしまった。もうそういうしょうもないのに弱いんですよ。自分のやつあんま笑わんのに。だからなんか受けを狙いに、もう狙いに狙ったやつとかはちょっとダメなの。あーなるほどね。さらっと出てくる、さらっとね、しょうもないやつが。あー姉も姉の好物ね、はい、じゃあどんどん行っていこう。だから狙ってるじゃないですか、ね、その時点でアウト。でも親指は柔らかい。気持ち悪い。すごい。なんで親指だけ？あ、でも、親指は分かったらなんか得点ある？ありますか？親指は分かって良かったこと。ない。ないらしい。あらら。でも突き指しなさそうじゃない？分かったら。親指が。いや、まず突き指することがない。ないっちゅうか。あ、リベラやけんね。なんで？いやいやいや、それは絶対思わん。風強くなってきたね。うわー最悪や。はい、点数は今の点数は14対6です。頑張って。いいね、近い。あ、ネッチじゃない。どっちか吉村やな。ネッチじゃない。ほらもう、風強いね。すごい。ねえ。ナイスカット。近いよ。おお、いいね。ねえ、よう、そっち側打ったわ。うん、殴るっとったよね。グーで。グーよね。誰やろね。いや、誰と思って。殴る。普通にボール。いや、そういう意味ってのは分かったけど。いや、おー、ナイス。プレー直しいね。プレー直しかった。レイコ、本当に殴る人おるんかな。そう、そういう意味で言ったんかなと思って。おー、惜しい。あー、ケツが重たそうだ、カホ。ケツが惜しかったな、カホ。あー、あそこ2枚で抜けるってすごくない？でも大勢さんやったら、あの池の調子やったら取れてた。確かに。あの時の大勢さん、クソイケメンやったわ。いつもイケメンやった。一段とね、一段と、いつも2増して。うわすごい、さっきの良かった、うん、こうつって見つかけてこっち行ったのね、うん、やっぱさ、その打ち方強いよね。絶対吉村考えてないわ。うん、確かに。ただフォームが崩れただけだっていうことになってるけど、考えとったらね。ちょっとかわいそうやけど。お尻がサーブ落ちます。お尻、お尻でか。お尻、おー、ナイス。さすが尻みたいな。セレド、あー入ったー。ギリ、風がさ吹いとるけんさ、こう落ちるもんね。打ったらなら吉村の構え方が悪いんです。あんな前におるならどうやってですか。どうやって構えずに、はい、こうやって手だけ上げとけばいい。ほら、そうしかない。確かに。わ、大木さんたち良かった。次大木さん決定。ネットギオったら絶対下はこんちゃけん入ってる。確かに。っていう感じ。どうすか。なんかさ、ボールの下に入ればいいよね、極論、はい、ああ。カズアキが巻き込まれた。巻き込み事故ですね。仲良しやな。あら、この一点はどうなるか、ちょっと楽しみですね。ドベーファーファーファー。アウトっぽいけど、あ、入った。私の歌詞わからない。アイドーン、おじさんの帽子が取れた。本当だ。ダメだ、笑っちゃった。リュウタロウさんがアップしてますね。硬いね。膝が伸びてません。思った。もうどっちもダメじゃん。果たして。ただ座ってるだけではないのでしょうか。おー、ナイスト。
お、お、まだ続くよ、まだ続くよ。はい、和明さん、チェンコでーす。20対10。じゃあ、あと小原来ましたね。あー、いやーでも小原の方がまだいいかもしれんな。いやでもどうですかね。でもまあクロス、あー、和明ー、あーお前やばい、息がプレイバックされる。あー、はい、21対10でトモパワーズの勝ちです。誰のせい、誰のせい、和明、最後ミスった。はい、